バイ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  <laughs> 今年で91歳を迎えた鈴木会長は今年6月の株主総会で退任し代表権も返上するということです鈴木氏は1978年に社長に就任83年には日本の自動車メーカーで初めてインドに進出しトップシェアを誇るなど鈴木を軽自動車大手に成長させました また課題であった電動化や自動運転などの技術開発ではトヨタ自動車と提携を結び道筋をつけました。生きがいを仕事ですが、人間は仕事を放棄したら自然は。鈴木会長は退任の理由については。 新しい経営計画を策定し電動化など将来に向けた経営の方向が定まったためとしていて退任後は相談役に就く予定です。